願いいたします。はい、この度法務大臣を拝命いたしました小川敏夫でございます。よろしくお願いいたします。まあ、法務省はさまざまな分野で、法的基盤を整備して、国民の生活を守るという役所であると思っておりますが、その職責を果たすために、しっかりと頑張ってまいります。本日、拝命にあたりまして、野田総理から6点の重要課題について、取り組みをご指示をいただきました。1つは司法制度改革の推進、2つ目は検察改革、取り調べの可視化など、新たな刑事司法制度の構築、3番は新たな人権救済機関の設置、4番目にハーグ条約加盟に向けた関連法案の早期提出、5番は行政事件訴訟法についての検討、6番は会社法制の整備についての検討で、いうものでございました。こうした課題、しっかりと取り組むとともに、また法務省の全般の行政につきましても、しっかり取り組んで、国民の期待に応えてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。では、質問いただければと思います。どうぞ。時事通信の島井です、はい、死刑制度についてお伺いします、はい、大臣は、死刑の執行についてどういうふうにお考えでしょうか、うん、また、はい、現在、昨日時点で未執行の死刑囚が130人となっているんですけれども、この現状についてどういうふうにお考えでしょうか、うん、もう一点なんですけれども、千葉大臣のが、死刑制度に関する省内勉強会を設置しましたけれども、この運営について大臣はどうでしょうか。はい、死刑という刑罰そのものは、人の生命を絶つという大変重い厳粛な刑罰でありますので、そのことについて、慎重に考えなくてはいけないということがあると思いますが、しかし一方で、それが法務大臣の職責であるということでございます。法律で定められた法務大臣の職責でもございます。大変つらい職務ではあると思いますが、私はその職責をしっかりと果たしていくのが責任であると思っております。また勉強会の方、私は9月まで法務副大臣をしておりまして、勉強会に参加しておりました。だいぶ勉強会の議論も煮詰まってきているなという印象は持っております。だからといってすぐやめるわけではありませんけれども、といってずるずる続けるわけでもありませんので、この間の勉強会の内容をもう一度すべて精査しまして、報告できるなら報告できる、そういうような形でどうするか、この今の議論の状況をさらに、この9月以降のですね、状況も踏まえて、考えたいと思います。どうぞ。はい、冒頭ご発言ございましたが、はい、可視化の拡大についてですね、うん、大臣ご自身のお考えをお聞かせください。一般論といいますか、基本的な姿勢として、可視化の導入は必要であると思っております。やはり捜査における問題点というものも、今回の郵便不正事件ですか、さまざまな問題でございました。で、基本的に可視化は導入すべきと思っておりますが、ただ、どういう形で導入するかということについてですね、議論をしなければならないと思っておりますが、その点につきましては、今、法制審に、答申してありますので、質問してありますので、その答申を待つとですね、また答申を待つまで何もやらないというわけでもなくて、そうしたどういうあり方をですね、どういうふうにするかということをしっかり取り組んでいきたいと思います。どうぞ。朝日新聞の石井と申します。はい、死刑制度の関連でもう一度お願いします。うん、前大臣、平子大臣が、はい、国民的議論が必要だと、はい、勉強会以外の場として、はい、というお考えをおっしゃってて、うん、大臣は今現在、国民的議論の場が必要というお考えかと、もし必要であればどういう場が必要かというのか。うん、やはりその死刑制度についてですね、国民の間で、議論していただく、やはり廃止という声も内外にあるわけでございますが、しかし一方、世論調査ではですね、8割以上の方が死刑制度そのものを支持しているという現実もございます。そうした中でですね、やはり国民の間で議論をしていただくことは大変に重要なことでありますし、期待しておりますが、ただ、議論が必要だから、あるいは議論しているから、職責を果たさないということではなくて、やはり職責そのものはつらい職務であるとは思いますが、果たすというか考えております。例えば国民的議論が必要とする
は、どのような場を設けて、国民的議論する。ちょっと具体的にはまだなかなか難しいですね。どういう議論の方法が、そもそもその国会は国民から選ばれた代議士の議論の場ですから、国会で議論することも一つの国民の議論でしょうし、あるいはいろんなシンポジウムとかですね、さまざまな方法があるでしょうが、今すいません、具体的にこうという形はまだ描いておりませんので、まあ、しっかりと研究したいと思っております。どうぞ。すみません、日経新聞の五木と申しますが、広島の刑務所から受刑者が脱走する事件が発生しましたが、はい、今後再発防止策というのをどのように検討していかれるか。はい、大変にですね、地域の生活する皆様に大変な不安を与えてしまうことになってしまいましてですね、もう大変に申し訳ない事態だというふうに思っております。今回の件、外弁が工事中であるとかですね、いろんな面がありましたが、しかしまた一方で、油断といいますか、逃げられることはないだろうというですね、そうしたちょっと対応が十分でなかった面がある、あるからこそ、こうした現、逃走の事件が起きたわけでございますが、もう決してですね、こういうことは二度と繰り返さないようなですね、今回のこの逃走についての検証も含めて、すべての刑務所についてもですね、さらに検証して、こういうことが繰り返されないよう、しっかり取り組んでいきたいと思っております。よろしい。それでは最後の一問にさせてください。すみません、共同通信の宮本と申します。はい、昨年の大晦日に平田オウムの元幹部平田誠容疑者が出頭して逮捕されましたが、はいはい、それによって確定した13人のこれまでの死刑囚の執行に関して影響は、その影響についてどうお考えでしょうか。一般的な法律の議論としますと、その平田さんは、平田さんと言っちゃいけないですね、平田容疑者がですね、出頭して裁判を受けるということによって、すでに確定した13人のですね、情状が変わるということはないと思いますが、ただ、平田容疑者が被告人となって、その平田容疑者の弁解のあり方によっては、証人として、証言を聞く必要があるという場合も一般論としてはありうると思うんですね。ですから、やはりその全く考慮しないということではなくて、そういった面で考慮する必要があるのかなというふうに思っております。では以上をもちまして、小川法務大臣の会見を終了させていただきます。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。